こんにちは。ウィンザーラゲッジショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日は〇〇な話ということで、はい、〇〇と言いますと新製品を紐解いていくんですけれども、はい、斉藤さんならではの切り口で〇〇を埋めていくんですが、はい、今日はどこの何をご紹介でしょうか。はい、今日はこちらの、はい、プリンスのエンブレムの110と120です。110と120、エンブレムですね。こちらを、紐解いていくんですが、実は〇〇な話の〇〇、何が入りますでしょうか。はい、実は、はい、行列ができちゃう。相談所、相談はしないですけど、相談所、相談受けますけどね。受けますけ ど行列ができちゃう話、できる話、はい、じゃあちょっとそこを紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では斉藤さん、はい、やっていきますが、今回はプリンスのエンブレムということで、はい、あつらけですよね。あつらけ入れを、はい、あつらけラケットですね。はいはい、なんかエンブレム何回かお話ししたことがある気がするんですけど、新作、はいはい、新作、まあ、新作といっても、うん、まあ、カラーチェンジということで、なるほど、今回が第4弾となります。はい、第4回目、1回目が、はい、白です。これだ、 白のこれが、はい、第1弾、まあ、これがね、あのずっと続いている通常カラー。なるほど、これは、定番カラーということで、はい、カタログでもずっと在庫の方も展開をしている白ということですね。はい、でこれが1作目ですよね。はい、でこれが4作目、はい、ってことは間に2つありまして、はいはいはい、第2弾が、はい、赤。赤はないんですか。はい、ちょっと今ないんですけど、色的には、はい、まあ、このビーストにも近いカラー。なるほど、赤はもうじゃあ完売されてる。完売ですね。はい、で第3作目が、はい、青。そして青1本だけ今120が、この青ですね。はい、こちらが第3弾。そうだそうだ、ここがグラデがかかってるやつですね。はい、そうですね。120の方だけちょっとこのエメラルドグリーンっぽいカラーで、うんうんうん、110の方はちょっともうちょっとブルーっぽい、ね。なるほど。はい、白、赤、青ときて、はい、次黄色かなって言ってましたよね。そうそうそう、黄色かなって言ってました。確かに言ってました。はい、それが今回このカラーということで、はい、シャンパンゴールドというカラーになりますね。シャンパン、はい、そうです、ゴールド、はい、さらに高級感が増したというところですかね。はい、ちょうど色替えがあったこの青が出たのが、はい、まあ、1年ぐらい前ですかね。はい、その時もこの〇〇の話でご紹介させていただいて、はいはい、まあ、すぐなくなっちゃうかもという話でした。そうですね、在庫が、まあ、限定ですもんね。そうなんです。赤と青は数量限定だった。はい、だからすぐなくなっちゃうかもしれないというお話をしました。はいはい、今回も限定です。限定です。数量限定で生産されている、はい、というところで、はい、ちょっとここで紐解きたいのが、はい、行列ができる話というのはどういうことでしょうか。そうなんです。で、はい、前回すぐなくなっちゃうかもと言ったように、はい、当日、まあ、発売平日だったんですけど、青の時ですね。はいはい、その時にもう店頭で開店前からちょっと待たれてる方がいらっしゃって、うん、その青が買いたくて、まさかエンブレムじゃないと思ってたんですけど、はい、シャッター開いたら、はい、エンブレムありますかって聞かれて、あ、そうなんです。じゃあその方はエンブレムが大好きで、はい、青が、うん、まあ、在庫的にそんなに流通は少ないだろうということで、はいはい、朝1開店前から並ばれて待ってました。ラケットで並ばれることってあります？ほとんどないですね。さすがにですよね。そうですね。はい、でもそれだけこのエンブレムでも、はい、エンブレムよく聞いてたのは、うん、在庫がないようなことよく聞いてたというか。そうなんです。売れてるっていう話をすごく聞きました。はい、これはね、はい、新年会の時にも全然持たせてくれないんですけど、はい、1本どうぞ。はい、新年会の時にもお話ししたように、はい、こちらのエンブレムの110については、あ、ね、はい、まあ、軽量系のラケットの中では、うん、まあ、一番売れたラケットとしてご紹介させていただきます。なるほど。オーバーサイズというカテゴリーの中で一番売れてる、はい、ウィンザーの中で、はい、そうなんです。トップ10に入るっていうのはなかなかすごいなと思ったら、いや、どうしてもこういうあつらけ軽量の超パワーラケットっていうと、うん、まあ、イメージ的にはダンロップの LX とか、はい、あとはウィルソンでいうところのトライアドとか、はい、ヨネクセでいうところのアストレルとか、ネファホシありましたよ ね、はいはい、っていうのが入ってくるんですけど、はい、よりもですか。そうなんです。いい、それよりも売れているということ、はいはい、まあ、中井さん効果も、ね、あるかもしれないです。そうだ、中井さんがこちらをご使用になってて、はい、ウェイトをちょっと自分用にカスタマイズして、ね、はい、まあ、試合に出るのにすごくいいんだとおっしゃってる。はい、中井さん効果いろんな僕の紹介だけじゃないと思う。なるほどなるほど、ね、はい、いろんな方にやっぱり合わせられるラケットかなと思う。はいはい、まあ、でも確かにエンブレムよく聞きますね。はいはい、これが第4弾ということで、うん、もう発売からすると2年半ぐらい経ってます。モデル自体はチェンジしてなくて、はい、まあ、でもね、相馬さんいつもおっしゃってますもんね、できれば長く販売したいと。そうですね、はい、
すぐ変えてしまうというのは、完成度が低かったっていうことになってしまう、それだけ自信のあるということで長く売りたい、未来のテニスでも対応できるということをおっしゃってましたからね、でカラーリングとしてはね、もうちょっと黄色くるかなと思ったけど、そうはいかずに、このシャンパンゴールドというカラーで、ちょっとねプリンスでもこのカラーって、結構懐かしく感じる方もいらっしゃるかもしれないです。今までもちょっとこのシャンパン系のカラーっていうのはラケットに使われることってあって、軽量でちょっと大きいラケットで、僕のイメージはリップっていうラケットで使われてたりとか、もう結構昔だと結構ライトニングとかこんなカラーだったなっていう色でもあるんで、でもすごい高級感あります。はい、高級感はすごくある。高級な車のような色というか、はい、そうなんです。白よりちょっと落ち着いた感じがするので、白、こっちの100、これが110、これ110です、ね、110だと白がなんか人気ありそうな気がします。でこっちになってくると、こっちのなんていうんですか、シャンパンゴールドの方が落ち着いた感じは、え、こっちは分かりますよ、110ですよね、はい、で一番売れてます、はい、こっち120だとどうなんですか。これも、いや、売れては当然いますよ、はいはいはい、ただ、ウィンザー内で行くと120クラスで行くと、120クラスで言うと、そうですね、その111以上っていうカテゴリーで行くと2番目だと思います。1番なんですか。1番やっぱり LX の1000。そうなんだ、はい、あ、じゃあちょっとあつらけ界が今割とこうバトってる感じですね。そうなんですよ、はい、それはすごくいいことだし面白いですよね、いろいろ皆様もお選びいただいて。そうですね。これのライバル対決やりたくなってきますよ。そうですね。でもこれ軽量同士どっちがいいんだろうっていうのはちょっと比べてみたいかなと思いますね。そんなこともできればと思いますけれども、これは、数量限定精算になりますけれども、発売はいつ予定ですか。7月を予定してます。7月を予定ということで、はいはい、今日情報解禁ですもんね。そうですね、はい、もちろん予約も、予約も当然受け付けてなので、サイズさんは実は行列ができるんですけども、はい、お電話いただければね。そうしたら行列にならないかもしれないですね。そうですね、はい、もう今日情報解禁なんで、どうしてもという方はお電話先にいただいた方がご苦労がないというか、間違いないと思います、はい、朝から並んでってっていうのも、はい、結構大変なんでね。でもね、本当に買おうと思った時までずっと残ってるっていうわけでもないので、どちらかというとグリップサイズ1番がすごく売れて、1番がなくなってしまって、通常の白のモデルについても、長い時間お待たせするっていうこともちょっとあったので、なるほど、はい、こちらについてもできればご予約いただいた方がいいと思います。そうですね、はい、はい、限定カラーで、青の、青と赤の経験を踏まえれば早くなくなっちゃうだろうし、行列になってしまうということでは、お電話いただくのが一番いいかなと思いますね、はい、第5弾は第5弾白、赤、青、シャンパンゴールド、わかんないですけど、プリンスカラーグリーン、もうそれ言うしかないですよ、ね、いや僕も黄色着てほしいと思って。またあるのかな、わからないですよ、あってもおかしくないぐらい人気があるということでは、今回はプリンスのエンブレム、はい、またね、これ高級車っぽい名前しますよね。そうですね、はい、すごくいいと思います、はい、ね、車の後ろにエンブレムって書いてあるかもしれませんけど、はい、ということでお届けしましたけども、今日もう一度繰り返したいと思いますが、まるまるの話のまるまる、最後にいただけますでしょうか。はい、実は行列ができる話です。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。